軽量戦闘車システムは防衛装備庁が研究施策を計画している送輪装甲車である。陸上自衛隊の普通科部隊が装備する軽量コンパクトでありながら機動力、防御力、火力を有する多機能な戦闘車両であり、軽装備、少人数の部隊とネットワークで連接することで非対称戦闘、島し部進行対処などの新たな脅威や多様な事態に、 対応することができる。車体は、事前評価によれば、砲弾等の爆発物からの破片及び爆風から、乗員を防護し機動性を有する防護車体とあり、防衛省技術研究本部の2010年パンフレットによると、インホイールモーターによる、ハイブリッド駆動方式となっており、かつアイドに対処するため V 字底面を採用しつつ、車両を底いた高さを可変とし、 残存性の向上と走行の安定性の両立を目指す意欲的な設計である。武装については軽量かつ遠隔操作が可能で直接照準と高射角射撃による間接照準に両用できる軽量低反動化法とされており、根本同様の砲塔型迫撃砲と目されていたが、技術研究本部の2010年パンフレットによると、 大口径デュアルリコイル方式の無人砲塔とされており、こちらもかなり意欲的なものと予想される。また、使用される弾薬は多種多目標対処弾といい、ネットワーク経由による間接照準により射程後始目標への上空起爆による攻撃能力や直接照準による構造物壁面開口後の最適起爆による攻撃能力を有するとされている。 近接戦闘車に装備される国産開発の 40mm テレスコープ弾機関砲同様次元進化に炸裂までの時間等を設定可能な魂だと予想される。ありがとうございます。